おはようございます。ロードトリップジンです。昨日の夜はすごかった、サンダーストーム。うん、まあちょっと音しましたね、窓開けてると。だけど結構窓閉めちゃえば全然音しなかったからっていう感じで今日も始まります。仕事何なんだろう、疲れが取れない気がする。昨日ちょっと雨降ったから今ちょっと霧がかってるけど、いやもう見てください、霧がかってもこの綺麗さ。キャンプ場の仕事最高。今からここ芝生を刈ります。はい、今、このカエル池のこのなんつうの、浮いてる藻っていうの、糊みたいなやつを今このこいつで今すくってます。それが今日の仕事、めっちゃ楽。でもちょっと寒いね。おはようございます。ロードトリップ宇治人です。今日が10日目、10日目の朝、まだ7時50分です。あと1時間で仕事。今日は結構曇ってるな。まあ、今ブラブラしてます。寒いね。ほらガラガラ、これが夏になったら全部埋まる。このジェントルメンじゃなくてボーイズって書いてあるのが好きなんだよね。あ、なんかこういうブロックもあるんだ。はい、10日目仕事中です。で、いつもこんな感じでゴルフカート乗ってます。ちょっとうるさいかもしれないけど、いつもこんな風に朝は9時から始まって、まあ、ビーチクリーンしたり、あとはプレイグラウンドって公園きれいにしたり、バレーボールコートきれいにしたり、あとはこの道に落ちてるゴミとかそういうのを片付けてます。まあそこから始まって、で大体11時ぐらいになったらお客さんがチェックアウトの時間になるから、そのチェックアウトリストをもらって、でそのキャンプサイトを掃除しに行くっていうルーティンですね。午後はトイレ掃除から始まって、で木切ったり草刈ったり、池掃除したり、午前中から昼前半まではお客さんに対して仕事して、午後からはキャンプ場に対しての仕事をするっていうイメージですね。なんで今まだ朝早いんで、ビーチバレーボールコートの草むしりやって、でこれから公園行って草むしりとちょっと掃除をして、そっから時間余るから先に池でも掃除しようかなっていう感じです。まあそういう感じで、何しようかな、あれしようかなっていう自分で考えてできる仕事みたいな感じですね。そう、今日ちょっと曇ってるけど、こういうところにいます。すげえ綺麗。これを毎日見れるってすっげえ幸せだよ。トロントも楽しそうだけどね。超ピース、クワイエット。で、ここのウォーターフロントキャビン、ここはもともと釣り餌売ってたらしいんだけど、普通にキャビンに変えて、このジャックっていう人が昔に建てたみたいで、すごい可愛いよね。遠いな。目の前のトラクターがうちのボスです。で、今日ボスは一つのことをしてると飽きるから別のことをたくさんしろって言って、
全部中途半端にやった。そんな緩いボスです。はい、10日目夜です。今日はねちょっと体張って夜の星空を朝まで撮り続けようと思います。僕のピクセル6がどれぐらい持つかわかんないけど、まあ撮影できるだけ、1枚撮るのに4分かかるんですよ。だから朝までやって1時間に12枚撮れるってこと？まあそれで星の流れが多分ビューっていう動画が多分撮れると思うんで、まあそれでちょっとそれをやってきます。徹夜で撮影してきます。行ってきます。はい、おはようございます。今現在時間は4時で、今までずっと写真撮ってました。で電池はかなり持ったな。全然一回も充電せずに4時間ずっとつけっぱなしで、ずっと写真撮影しっぱなし。とりあえず寒かった。袋持ってきて、で湯たんぽの湯も一回買いに行った。今は風がなくなって全然過ごしやすくなりました。もう少しずつ明るくなってきた。動画ご視聴ありがとうございました。こんな感じでカナダのキャンプ場でトレーラー生活をしております。よかったらチャンネル登録、それとコメント、質問してくれるととても嬉しいです。じゃあまた。